絵本365日北海道物流のパイオニア、サッソン自動車運輸、知的障害者受産施設アスナロパン、のりの発刊の提供でお送りします。絵本365日、こうちゃん方のご協力いただいてます。美しが丘店、ミュンヘン大橋店、新川通り店、北見店、今週の絵本、飛び出せ2匹の子グマ。春になりました。母グマと子グマたちが生きる方法などを教わります。いろんな動物から、絵は、そして文は手島慶三郎。絵本塾出版、1700円プラス税で、まあ、手島さんの作品はちょっとお値段も張りますけれども、でもいい作品が多いです。でその後ですが、 STV ラジオ開局50周年記念フード&フード通信、こちらの方は制作担当が山内清。はいはい、人体切れ像という本名があります。合わせて楽しんでください。熊の子供は冬ごもりの穴の中で生まれます。長い北海道の冬を穴の中で過ごし大きくなります。穴の中は暖かく静かです。熊の親子が冬ごもりの穴から出たのは暖かな春の日でした。雪は固く締まり、その上を自由に歩けます。母熊は辺りを警戒し、立ち上がって見渡します。子グマは広い世界を見て嬉しくなり、相撲を取り始めました。自由に動けるのが嬉しいのです。子グマは不思議な生き物を見つけました。目玉のような羽模様を持った春の蝶です。長い冬を物陰に隠れ、じっと春を待っていました。春の蝶が飛びました。ひらひら飛んで明るい空に消えていきます。子グマはそれを見て、自分の体が蝶のように軽くなるのを感じました。明るい春の空を近くの海で過ごした白鳥が北の国へ帰っていきます。白い群れは美しく輝いていました。白鳥を見送る子グマは白鳥になって空を飛んでいるような気になりました。母グマは子グマを連れて出かけました。子グマにいろいろなことを教えるためです。子グマには見るものすべてが初めてであり、面白くてなりません。遠くに狐が見えました。ネズミを追いかけジャンプしている姿です。子グマはそれを見てすぐに真似をしました。鹿の群れを見て、子グマは鹿の走り方を真似しました。ウサギが山を駆け下りていきます。素晴らしい速さです。子グマはウサギのように山を駆け下りていきました。子グマの体が雪の上を滑り、山を下っていきます。子グマは面白くて夢中になりました。木の上からリスが見下ろしています。今度は子グマがリスのように木に登ります。まだ力がないため、高くは登れません。母親の背丈まで登るのがやっとです。遠くが見えてきました。その時、子グマは不思議なものを見ました。木から降りた子グマは不思議なものの近くまでやってきました。大変だ！大きな大きなクマがいる！子グマは恐ろしくなって母親のそばに駆け戻りました。クマの形に見えたのは、雪が溶けて春の植物が顔を出した場所です。フキノトウがたくさん芽を出しています。フキはクマにとって大切な食べ物です。子グマが乳を飲まなくなって最初に食べる食べ物です。春の蝶がひらひらと飛んでいます。元気に走り回った子グマはお腹が空いて母グマの乳に飛びつきました。子グマは幸せな気持ちでいっぱいです。穴から出て初めて見た世界がとても楽しかったのです。
母グマも元気な子グマの姿に満足です。あたりは明るい春の光にあふれ、春の蝶は親子の姿を見下ろしながら飛んでいます。